こんにちはで,です今回はジグムント・バウマン先生から現代の人々や社会を動かす原動力について教えてもらいますがこの先生はすごいですよはいジグムント・バウマン先生はポーランド出身の社会学者ですね端的に言って天才です早速ですがバウマン先生は現代の特徴を リキッドモダニティと表現されましたリキッドというのは流動化とか液状化モダニティというのは現代性ですね流動化する絆やつながりの中で時として近親者への愛をも上回る強度を持って人々の心を追い捉えつつあるものがあるって言ってるんですねそれがリキッドな不安なんだって言われるんですよ流動化する不安がですね現代社会を深く覆っているっていうんですね バウマン先生がリキッドという概念で表現しようとしているのは単に不定形で明確な形を取らないという意味ではなく次々と読み替えられていくという意味で流動的なものだということなんですねそしてその読み替えられる仕方その様相や構造は歴史とともに変化し社会状況に応じて姿を変えていくって言われるんですよそして不安なんですが厳密に言うと不安と恐怖は同じものではないんですね ものすごく治安の悪いスラム街でですねこんな感じで銃を突きつけられると当然恐怖すると思うんですよそれはですね差し迫った目の前にある自分の生命の危機がありますからね具体的に危機がある場合は恐怖なんですね不安の場合はですね恐怖と違って具体的なものがないんですね不安とは我々の持つ不確実性に我々が与えた名前であるっていうんですよ 不安とは脅威についての我々の無知つまりそれをその場に留めるために何がなされるべきかということについての我々の無知に我々がつけた名前であるって言うんですねつまり脅威であることはわかるがその脅威自体についてよくわかっておらず対応策もない時に抱く感情のことなんですねそれでは私たちはその不安に対してどういう態度で接しているのかというとですね人間は不安をそのまま受け止めるのではなくいわば別の推 に流し込み生活の中の様々な活動のための活力源へと変換するって言うんですねその巧妙な仕掛けこそが文化だって言われるんですよつまり人間の活動のほとんどは不安を紛らわすためのものと言えるんですねそれでは実際にどういう形で紛らわしているのかというとこれですリスク化される不安です不安をリスクにすることでやり過ごそうとしているんですね 不安を身近な目に見えるもの、対処可能なものに投影したものがリスクとなる。個人の健康から社会の安全まで様々な次元で生じうる。健康関連商品、医療サービス、防災、防犯関連商品やサービスなどは社会増性の変化に応じて再現なく消費されうるものとなる。消費社会が消費者不足にならないためには、その不安を常に活性化し、定期的に煽り、借り立て、刺激しなければならない。消費 市場は消費者が抱く不安によって拡大する市場自体がその不安を借り立て全力を挙げて強調しているのであるって言われるんですよ例えば血圧を下げろ血糖値が高いワクチンを打てタバコは吸うな運動はしろ 社会でいうとですね治安の問題や移民問題民族問題こういったものはですね不安がリスク化されれた姿と言えるんですねそれから消費社会です消費社会も実は不安に対する対応策であったって言われるんですね。 CM や広告など情報は次々と新しいものへ取って代わられていくニュースの主たる役割は昨日のニュースを追い払い明日のニュースに追い出されることにある婚姻関係や家族関係もまた必ずしも永続的なものではなくなり性愛関係の相手を次から次へと変えたり友人関係が頻繁に更新されネット上で作られるその時々の流動的な関係性によって代替されるっていうんですね 商品も次々に新商品が売り出され消費者の購買意欲をかきたてる物事が常に更新されていく状況つまり無常であるということが永続的である状況を作り出す必要性は不安にあり不安ををリスク化すすするる根源を同じくするっていうんですねそれでは私たちを駆り立てている不安の根源とは何なのかっていうことなんですが。 我々は自身の力で理解したり管理したりできないもの未知なるものに対して不安を抱くそして最も徹底した究極的に未知なるものが死である死への不安はおそらくあらゆる不安の原型ないしは元型であるそれはあらゆる不安がそこから意味を借用している本源的な不安である人間は死すべき運命という認識を伴う生を生きていくことができるものにするために巧妙な仕掛けを必要としていると 言うんですね こうした仕掛けの中で最も一般的なものとして多種多種様な宗教が挙げられるだろうまたはですね死後も残る名声を取得し後世の人々の記憶に留まり続けるという期待で不安を緩和させるものや国家家企業などの非個人的実在のために命や一生を落としその集合的実在が存在し続ける限りある意味で共に生き続けれると考えるものなどが出てくる ですねそれから先ほど挙げたリスク化すする不安です人は単に死ぬのではない人は病気や殺人で死ぬのである死すべき運命を打ち負かそうとしてもできることではないしかし血栓や肺がんを防ぐためにできることは数多くある死を身体の安全や健康に関わる無数の心配事に読み替えてそれに合理的にひたすら対処し続けることで死をやり過ごそうとしているっていうんですね。バウマン先生は このことを死の脱構築と名付けました。でもですね、将来のリスク候補は無限にあり、ビジネスチャンスがなくなることはなく、対処し続ける営みに終わりはないんですね。そして消費社会です。日々繰り返される生成と消滅が死を凡庸化する。その結果として人々は取り返しのつかない根本的な喪失と一時的な喪失の差を感じることに無頓着となるって言うんですね。 この無頓着、無関心は根本的な喪失、つまり自らの死に直面した時に恐るべき反動となって帰ってきやしませんかっていうのが心配されるところですね。 私たちは意識するしないにかかわらずこうした戦略を運用しながら原初的な実在的不安死への不安を処理あるいはやり過ごしている安定した集団や関係が流動化し個人化すればするほど人々は不安と一人で向き合わざるを得なくなるそして人々が恐れるのはこうした社会の流れの中で自分だけがうまくできないこと他の人に置いてけぼりにされ取り残されてしまうことである見捨てられること排除されること 拒絶されること排斥されること縁を切られること捨てられること廃棄されること廃物置き場行きの順番が回ってくることであるっていうんですね私たちを借り立て不安にしている原因は絶対に避けられないしだったんですね 私たちはどうすればいいんでしょうかもう絶対に避けることができないものをくよくよ悩んだってしょうがないから、もう死んでもいいって諦めれるんだったらそれが一番いいんですけど、多くの人はそんな精神力持ってませんからね。美味しいものが食べたくなるのも、新しいスマホが買いたくなるのも、会社の中で修正したいのも、全部死ぬのが怖いからだっていうのを意識にあげることはできますけどね。 ホワイトヘッド先生がね、こういうふうに言ってました。物事というのは絶対に消滅する。だからこそ比類のない価値があるんだ。それとも人間の魂は永遠でしょうかということで本日の天才の鶏眼リキッドモダニティの話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。